はい、皆さんこんにちは、ワンダルギフシです。今回は PSP のゲーム機動戦士ガンダム木馬の奇跡、続きをプレイしていきたいと思います。第3ステージになります。プレでプレイをしてありますので、スムーズに攻略が進むかなと思います。ではまずブリーフィングから見ていきましょう。ホワイトベースはこのまま連邦軍司令部ジャブローに向かわれたし、たったこれだけだ。たったこれだけが軍上層部の決定だ。ペガサス級の新型強襲揚陸艦はすでに3番艦までが就航、4番艦以降も完成間近ともなれば、我々は見捨てられたも当然ということか。この設定はアニメ版が初めて放送された時にはなかった設定ですよね。ペガサス級の強襲揚陸艦、これより本艦は連邦軍司令部の指示に従って地球に降下、ジャブローを目指す。ワッケン少佐が手向けてくれた領艦だけが我々の味方ということですね。あのシャアがおとなしく引き下がるとは思えんが、我々は間もなく軌道を離脱して大気圏に再突入する。そうなればさすがのシャアも手も足も出せない。予測可能な敵の攻撃パターンをシミュレーションしてはいるが、この高度で戦闘はまず時間的にありえんだろう。未来ジャブロー上空に降下する軌道離脱タイミングと降下角度を再確認しろ。タイミングがわずかでもずれると着陸地点が大幅に変わってしまう。大丈夫だ、シャアは来ない、我々は振り切ったんだ。軌道を離脱すると総員大気圏突入姿勢を取れということです。まあ、ペガサス級の強襲揚陸艦、ホワイトベースの他に何個かあって、それがもうすでに実戦にも配備されつつあると、まあ、そういうような趣旨でしたね。作戦内容、突撃機動軍の艦艇および小隊の追尾追撃を振り切り大気圏再突入を果たせという内容です。敗北条件はホワイトベースが撃沈されてしまった場合ということです。補給ポイントでは白を、さらにはゲーツキャバ、ガンキャノンなんかが確保できるということなので、確実にこれはもらいたいですね。小隊の編成は特に変更はありません。レベルだけ上げてあります。ではミッションを開始していきましょう。まあ、アムロとヤザンの両モビルスーツ隊、それに火力があるセイラさんのガンタンク部隊、これをうまく使っていきたいと思います。でちょっとプレでプレイしたときはですね、この地球上の発光がかなり見づらいところがあったので、その点だけね、注意が必要かなと思います。戦闘機1機もお出迎えなしや、機銃が錆びつくぜ。これも任務さ。こちら BB 隊パトロール304地区異常なし。了解。そういや、空から連邦の援軍がやってくるって噂があるらしいが、お前知ってるか。おい、死後は慎め、雲は低いが警戒は。はい、ムービーご覧いただきました。今のはシナリオの導入部分のムービーですね。さあではサラミスを伴って、大気圏突入ポイントまで移動していくという内容です。大気圏突入25分前、大気圏突入の自動操縦に切り替え、以下突入の準備に備えます。了解。新たに3機のザクが間に合ったのは幸いである。20分後には大気圏に突入する。このタイミングで戦闘を仕掛けたという事実は古今例がない。地球の引力に惹かれ大気圏に突入すればザクとて一瞬のうちに燃え尽きてしまうだろう。しかし敵が大気圏突入のために全神経を集中している今こそザクで攻撃するチャンスだ。第一目標木馬、第二目標敵のモビルスーツ。戦闘時間は2分とないはずだが、諸君らであればこの作戦を成し遂げられるだろう。期待する。はい、ではミッションスタートです。まずはですね、シャアの無才からモビルスーツが出てきますので、これをうまく処理していきます。シャアの無才からモビルスーツが出ました。4機です。4機も？シャアは手持ちのザクはもうなかったはずじゃない？事実は事実よ。補給を受けたんでしょう。だとしたら追ってくるわね、シャア。どうする、ブライト？ではまずアームローですね。
モビルスーツ船に持ち込んでいきます。モビルスーツ出しました。でさらにこの後ですね、画面の左下の方から、必ずよ、あるいは右下の方から無彩が出てきますので、これに備えるためにあらかじめヤザンを出撃させておきたいと思います。さあではモビルスーツ隊にアムロ出しました。ヤザン隊も出してます。こちらに向かってきます。アムロは早々に敵を撃破したいので、まずは局地戦に入っていきます。さあではこれで攻撃をしていきます。あ、ここはですね、あっさりと倒せると思うので、集中攻撃をしていきましょう。やられるもんか。僕だって丸焼けになりたくはないんだ。永久までもか、連邦のモビルスーツは化け物か。モビルスーツの性能の違いが戦力の決定的差でないことを教えてやる。させるか。メガ粒子砲、やはりな。ただの補給艦が効いて呆れる。かっこいいですね。ではこの後アムロはシャアにぶつけます。まあ、すかさずですねシャアも退けちゃいましょう。ではここもですね局地戦でシャアを退けましょう。でこの後はヤザンをムサイに向けていますので、ヤザンでムサイを撃破していきます。プレプレを行ったことによって、アムロもライラさんもテリー・サンダースもレベルがかなり上がっているので、敵がシャアといえどもあっさり倒せると思います。しかもすでに通常戦闘でブライトと約束したんだ。シャアの領域を倒してますね。腕が上がってきたようだな。連邦のパイロットはドレン、帰還する。ではアムロはこの先また新たな敵が出てくるので、この艦列の前の方へと移動させておきます。ちょっとねこんな感じでだいぶ見づらいんですよね、雲にこのマーカーが白でかぶってしまうので。ここはヤザンの方です。左舷一隻来ます。出てきましたね。これヤザン隊で排除します。でミサイルを撃沈するとすかさずモビルスーツ隊が放出されてくるので、それもこのヤザン隊で排除していきます。このホワイトベース隊の中ではヤザンが一番レベルが高い56まで上げています。でカイとハヤトも25前後まで上げてますね。ここは一気に殲滅します。アセーラさんも火力はあるんですが、レベル56まで上げてるヤザンをその中で肩を抜けるんですね。お、中佐がいる、レベル18。ただヤザンであれば問題ないので排除しておきたいと思います。ここも一気にね連撃でしてみましょう。
火力が違いすぎますね。これちなみにプレイでプレイした時はレベルが上がってない状態でプレイしたんですけども、その際はですね結構苦戦しました。なので、ね、このレベル上げはとても重要ですね。でこれ今全体マップ見てるんですけど、青が連邦、赤がジオンで、艦隊の後方に赤いジオンがいると思うんですけど、これ、シャアの無罪ファルムですね。でこれは今攻撃対象に設定できないので無視します。で一方ですね、ちょっと見づらいんですけど、この辺りに敵が出てきてるのが見えるので、野山隊はここに向かわせます。これでしっかりと先手先手で敵を潰していきましょう。でいざとなったらですね、セイラさんを使って近寄ってきた敵を撃破していくと、そういう流れを使って作っていきたいと思います。一時の方向に敵艦らしきもの発見、無彩タイプです。さあ新たな敵艦が出てきたという情報なので、これ早速ですね先行していたアムロを使っていきます。いました、ここにいます。これを排除していきます。西の方向から敵艦接近中。さらに敵艦接近中、これはそしたら温存してある火力重視のガンタンク、セイラさんを出していきましょう。ただこのガンタンクのセイラさんはですね、とっても足が遅いので、一度出撃させるとその後なかなか復帰が難しいかなっていうのを念頭に入れておく必要があるかなと思います。でさらにサラミスにボールが格納されているので、各サラミスから、あるいはマゼランですね、マゼランからセイラさんの支援としてボールを出していきましょう。ではヤザンが無罪に取り付いてますので、これ撃沈していきます。さすがのヤザン隊ですね。わざわざ壊すつもりで出撃するやつがいるもんですか。ブルフタイプガンダムに乗ってるヤザン、この火力がね本当に肉を抜いているんで、無罪といえどもものの数発で撃沈できますね。では出てきたモビルスーツ隊もヤザンで排除しておきます。一瞬で終わる。これは連邦のモビルスーツが化け物かというでシャア の言葉が分かりますね。敵に回したらとてもじゃないけど対処する術が思い浮かばない。さらに無罪、この無罪は、ヤザンを出しましょう。ヤザン今戦い終わったばっかりですが、ほぼ傷ついていないので補給なしで出撃できると思います。でアムロは今艦隊の前方にいるミサイと交接中、今ターゲッティングしているこのミサイにはセイラさんを向かせています。さあ敵がちょっと迫ってきましたね。ガンタンクがやっぱりちょっと足が遅くてですね、ミサイの接近を許しているという状態です。なのでアムロで前衛にいるミサイを早々に撃沈してですね、アムロを援軍に向かせたいと思います。注意しなきゃいけないのは、ムサイを倒した後にモビルスーツ隊がね、放出されて出てくるというところだと思うので、それも、早急に処理しましょう。ここはアムロのガンキ、ライラさんのガンキャノン、テリーのガンタンキャノン、そういう位置ですね。一撃半分ほど減らしてはいたので一撃でした。まあ、理想的にはですね、この局地戦に入らずに本当にこう神の目というかですね、俯瞰的な形で戦略モードで
全部撃破していく方がプレイスタイルとしては個人的には好きなんですが、まあ、あのキャラクターゲームである以上ですね、まあ、そのあたりはある程度割り切りは必要かなと思います。まあ、ご覧のように一瞬で決着がつくんですよ。これグフとかね、ドームとか、まあ、さらに将来的にはゲルググなんかも出てくると思うので、そうなった時にね、まあ、この無双状態がいつまで続くのかっていうのはちょっと謎です。さあここジュン君の大佐、まあ、シャアではないんですが大佐がいますね。ここも一瞬で眠りましょう。さあ間列に入り込まれました。このザク排除しておかないと損壊が広がるので、アムロを支給に交わせます。攻撃戦に入ります。攻撃戦に入りそうですね。全部後部のミサイルは弾幕を。では間列に入り込んでいる敵モビルスーツをヤザン隊と、アムロ隊で排除しています。モビルスーツ戦に持ち込めば、まあ、モビルスーツの性能の差で一瞬で決着できるんですが、敵が数が多いのでどうしても、ね、入り込まれてしまうということが、まあ、今回のように事故的に起きてしまいます。まあ、これは、まあ、防ぐの完璧に防ぐのは難しいかなとは思うんですけど、まあ、それでもですね、入り込まれた後速やかに排除していけばいいのかなと思います。ではアムロで排除していきます。これでおそらく全部排除済みになるんじゃないかなと思います。はい、これ全体マップですね。赤いジオンの、マークがついてますが、これは攻撃できないシャアのファルメルですね。位置は変わらんな。燃え尽きもしない。どういうことでしょう。あのまま大気圏に突入できる性能を持ってるんでしょうか。まさかとは思うが、あり得るな。残念ながらパイロットに伝えてください。これ以上はモビルスーツも大気の摩擦熱で燃えてしまいます。至急帰還してください。ようやく分かりましたよ、シャー少佐。ヨシンバは大気圏突入前に敵を撃ち漏らしても、敵の侵入角度を変えさせて我が軍の制圧下の大陸に木馬を引き寄せる二段構えの作戦ですな。戦いは非常さ。そのくらいのことは考えてある。はい、ミッションコンプリートです。まあ、損害もだいぶ少なく済んだかなとは思います。ガンキャノン、セーバーフィッシュ、トリアエーズ確保です。で白にゲースキャバも確保、まあ、順調に進んだのかなというふうに思います。はい、では今回はここまでさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。